ウマイヤ朝のガリア侵攻では、ウマイヤ朝が711年のターリークイブンズイヤードによるヒスパニア征服に続いて8世紀に行った一連のガリア遠征について述べる。南ガリアに侵攻したウマイヤ軍はセプティマニアを占領して残存していた最後の西元東国政権を滅ぼした。721年、ウマイヤ軍はトゥールーズの戦いで、 アックイタニアコウードに一旦破れたが、アビニオン、リヨン、オータンなどの諸都市が、ウマイヤ軍の略奪にあった。732年のトゥールポアティエ間の戦いで、ウマイヤ軍を破った、フランク王国は、アックイタニアの総主権を認めさせることに成功した。セプティマニアが、フランク王国の統治下に戻るのは759年のことであった。716年までに、 西ゴート王国の半島は南からウマイヤ朝の圧迫を受けてセプティマニアにまで押し込められた。717年までに総徳フル率いるウマイヤ軍はイベリア半島征服の余生を買ってピレネサンム東部を越えアックイタニアやセプティマニアへの侵攻を始めた。しかしこの時にはガリアの奥深くまで侵攻することができなかった。軍の指揮を引き継いだサムフ・ハウラー,ーは 719年にバルセロナとナルボンヌで現地の抵抗を破り、両都市を占領し、市内の守備兵や住民を虐殺した。720年からナルボンヌは、イスラーム勢力下のセプティマニアの首都及び、軍の基地となった。町のサンルス教会の内部に、モスクが建てられた。ウマイヤ軍は721年のトゥールーズの戦いで、アックイタニアコウウードに敗北を喫する。 フランク人側から様と呼ばれた総督サムフも戦死した。しかし対局的にはセプティマニアのゴート人が自治を認められる好条件と引き換えにウマイヤ朝に降伏してしまったためウマイヤ朝の反とはさらに奥深く食い込むこととなった。725年、サムフの後継者アンバサはカルカソンヌを包囲した。カルカソンヌ氏はムスリム軍に領土の半分や 高納金を差し出し、高主導名を結ばされた。他の任務など、セプティマニアの都市も皆同じように、ウマイヤ町の手に落ちた。さらにアンバサは、北上を続け、オータにまで達したが、726年に沈没した。この720年代、エブロ川峡谷や、セプティマニアから、戦乱や虐殺、破壊を逃れた難民が多く、 ピレニー山脈を越えて、アックイタニアやプロバンスに流れ込んだ。この時代、ベルベル人の将軍、ムヌーサがサルダーニャの長官となり、現在のカタルーニャの大部分を抑えた。これ以降、彼を中心に、アラブ人の支配者に対する、ベルベル人軍人の不満が膨れ上がっていった。732年のウマイヤ朝、ヒスパニア。 カルカソンネを中心とする北東に突出した地域がセプティマニア。725年までにセプティマニア全土がウマイヤ朝に征服された。しかし731年、ピレネサンム役付近に勢力を持っていたベルベル人のムヌーサがコルドバのウマイヤ朝政朝から独立し、ベルベル人の軍事力を背景とした政権を樹立した。彼は、 イスラーム勢力との国境の安定を望んでいた、アックイタニア・コウウードと同盟し、その娘と結婚した。また彼は、ウルジェイの司教を殺害した。新たに、コルドバの長となったアブドゥッラフマーンガーフィキーは、ベルベル人を懲罰するため遠征し、ムヌーサをサルダーニャに包囲した。モサラベネン大域によれば、懲罰の理由は一人のゴート人司教を殺害した、罪のみであった。 ウードは、フランク王国のカール・マルテルと対峙していたため、救援に赴けず、結局、ムヌーサは、敗れて処刑された。反乱鎮圧で勢いに乗った総督、アブドゥラフマーンは、続いて、アック・イタニアに侵攻した。731年に、ウードは、カール・マルテルの侵攻を受けて、ブールジュや北、アック・イタニアを荒廃させられており、なんとか対イスラーム防衛の兵を集めたものの、 敵を押し返す力は残っておらず、アラブ軍が、ボルドーまで侵攻するのを止められなかった。732年、アックイタニア軍をガロンヌガーの戦いで破ったアラブ軍は、トゥールのサンマルタン大制度を略奪すべく、トゥールポワティエ方面に向けて北上した。トゥールポワティエ間の戦い、白馬に乗ったカールマルテルとアブドレッラフマーンガーフィキーが、退治している。ウードは、アックイタニアを、 自らの手に繋ぎ止める最後の手段として、フランク王国の救済カール・マルテルを頼った。カール・マルテルにとっても、神聖な都市であるトゥールを、イスラーム勢力に奪われるわけにはいかなかった。732年、ウマイヤ軍は、トゥール・ポワティエ間の戦いで、カール・マルテルに敗北し、総督、アブドゥラフマーンも戦死した。これは一般に、ウマイヤ朝のガリア遠征における最大の、 転換運転であるとされている。735年に、ウードが死去し、後を継いだ、ウナール一世は、フランク王国に反抗するソブりを見せたが、カール・マルテルはこれを簡単に抑え、その後、ブル軍と地中海沿岸の南ガリアに遠征して、イスラーム勢力と戦った。カール・マルテルの尽力にもかかわらず、ダマスクスのウマイア朝のアンダルス方面軍は、総督アブドゥルマリクの下で、 南ガリアでの勢力を維持した。アビニョン、アルル、マルセイユを支配するパトリキウスのマウロントゥスがアンダルスに従ったためである。カール・マルテルの圧力を受けていたマウロントゥスは自力でフランク王国にこうすることができず、アンダルス軍を導入することで裕福な境界領のあるアビニョンを防衛しようとしたのである。プロバンスに侵攻したカール・マルテルはその攻撃的で 高圧的な政策を恐れたゴートジニア、ガロローマ人の地元貴族たちの抵抗にあった。これに対処するため、カール・マルテルはランゴバルドをリュートプランドと同盟した。737年、カール・マルテルはアビニョンを占領して破壊した。しかし彼の弟キルデブラント一世はナルボンネ攻略に失敗した。その他、カール・マルテルはベジエ、アグド、マグローヌ、モンペリエ、 ニームといった、うまいや朝型の数々の城塞都市を落とした。プロヴァンスやローヌ川下流域のすべてのハンフランク勢力は一掃され、マウロントゥスはアルプス山脈に逃れた。しかし一方で、この遠征中にもアクイタニアコウナール一世が、後方を脅かした。アクイタニアは7世紀中盤からバスク人と組んで、彼らの戦力に依存していた。759年に、 ナルボンヌから撤退するサラ先人ンン15年のうちにイスラーム勢力はセプティマニアでの権威を回復した。しかし752年、カール・マルテルの息子でフランク王となったピピン3世がセプティマニア遠征を起こし、セプティマニアのゴート人もフランク王国側に寝返った。同年に彼はニームを落とし、最後のイスラーム勢力の取り出であるナルボンヌの包囲に取りかかった。 この攻防戦中、彼の勢力拡大を恐れるアックイタニア公、ワイファリがバスク人を率いて、ピッピン三世の広報部隊を脅かすなど妨害を行ったことが記録されている。ゴート人の法を尊重することを約束して、ゴート貴族の忠誠を勝ち取ったピッピン三世は、759年についにナルボンヌを降伏させた。包囲戦中にアンダルスをし、 コルドバ主長国を建てたアブドアラフマーン一世はセプティマニア救援や脱会に関心を示さず、ここにガリアにおけるイスラーム勢力は完全に駆逐された。また、ルシオンを得たピピン三世はその全力をアックイタニア方面に向けることができた。ピピン三世の息子カール大帝はピレネーサン無役遺難に進攻し、コルドバ主長国との干渉地帯としてスペイン。 返教領を設置した。この返教領は、後に、キリスト教勢力が、イスラーム勢力を南へ押し返すレコンキスタの起点の、一つとなった。いくつかのアラビア語の語彙が、現代のプロバンス語に残っている。アラビア語のト芸ゲマンは、プロバンス語のドラオーガマン、チャラハが、チャラビアとなった。また、地名の中にもアラビア語の影響が残されている。ラマチュエルや、 サンピエールド・ラルマナールといった地名は、アラビア語のあるマン画を起源としている。ありがとうございます。